おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1436です。はい。今回紹介するのはですね、前回紹介したのがこちら、ライドアーマーキメラと66アクションダッシュ X、 こちらの組み合わせとか稼働範囲とか、あと付属のカンガルーパーツですね、そちらの取り付け、これをやっていきました。ということで今回はラインナップ2としてね、出ましたこちらのババ専用ライドアーマー、そしてアクションダッシュの方のババですね、こちらの方の組み合わせと、あとこちらのねライドアーマーの稼働範囲、それとホークのパーツがこちらについてくるんで、そちらの取り付け、さらにこっちの方にホークを取り付けた、まあある意味こっち専用っぽいんですけどね、そちらの方の完全版、それをちょっとやっていきたいと思います。ということでまずはですね、ライドアーマーですね、ババ専用ライドアーマーの方からいきたいと思いますが、まずこちらですね、先ほどまでちょっと折りましたキメラ、あちらでやっぱり違うんですよね、造形としましては、あれのただの色替えではなく、ちゃんとババ専用ライドアーマーにちゃんと変更になってるっていう点がね、かなり評価できるかなっていう感じかな。一応造形としてはこんな感じなんで、ぐるっと回すとこういう形で仕上がっております。はい。でバックパックっていうか背中の部分に関しても、キメラの方は四角だったんですけど、こういう感じでね、バーニアタイプっていうか、こういう風にブロックのやつが2つ付いてるという形になってます。でとりあえず稼働範囲、まず腕に関してはそのままぐるっと回せる、これに関しては変わらず、で腕の水平ですね、こんな感じです。前回のキメラの方はここのところにパチンって止まってて、なんとなく内側のところね、接続部分がぐいぐい動いて、ここのところがちょっと広いからこういう風に動かせるって感じですけど、今回のはここの部分が最初からへこんでるっていうかね、こういう風に切り欠きみたくなってるんで、それに合わせてグッと動かせれるんで、水平も全然問題なしでできるという感じですね。で肘のひねりがここでできて、さらにここでも回転できるっていうのがあるんで、まあ肘自体は90度よりもちょい曲がってるという感じですね。でここでのひねりもできますよと。で手首もここで稼働します。はい。で両方ともこういう風にね、左右同じ形状になってるんで、これぐらい動かすことができますよ。で塗装のお話をしてませんでしたけど、ここのグレーの部分とこのダクトの銀で、さらに後ろのバックパックのここら辺とか、その部分が元々の塗装済みと。でそれ以外にここの部分とか、あとこの赤い部分とかですね、あとは中央のこの紫の三角、これがシールという風になっております。で次に腰ですね、ここに関してはこういうひねりができますよ。足の根元はここでグリグリ動いて、関節自体はこっち方向に動くと。まあこれに関してはちょっと動くかなって感じですね。もうちょっとグイッといきそうなんですけど、ここの内側ですね、これがちょっと当たっちゃってるんで、本来の組み方と間違ってる可能性がちょっと今出てますけど、まあこんな感じで組んでるんでね、問題ないと思うんですけど、あまり足としては動かないかなと。で足首もここですね、グリグリ動かせますけど、前回のキメラほど動かないという、そんな感じでしょうかね。はい。基本的な稼働範囲はこんな感じとなっております。やはり造形、色、その辺がやっぱり違うことによって、ちゃんとねババ専用のライドアーマーに変わってるっていうのはかなり評価できるポイントですね。はい。そしてこちらのババ、これを今度乗せていきたいと思いますが、この状態ではやはり乗らないと。それプラス前々回紹介したババですね、その時にこちらのパーツですね、これが根元の部分が緩くてっていう話をしましたけど、ちょっと削ってですね、こちら接着しました。でそれに合わせてこちらも接着してるんで、一応影響はないんですけどね、ちょっと狭くなっちゃったかなって感じがあるんで、気になった方は接着しないで、ちょっとプルンと外れる方向の方が動かしやすいと思います。ただそれが後々ねストレスになる可能性があるんで、接着した方が安定感は増すかなという感じかな。はい。でこちらのババ、ここも乗せてもいいんですけど、この手首じゃ操縦桿を握れないということで、専用の手首パーツがこちらというふうにありますが、これに関しては、こちらのね、ババを紹介した時にやりました付属のグラスですね。それを持たせる手首パーツを流用しているという形になります。まあ取り付けるとこういう感じでね、持たせるっていうか、こういうふうにつけることができて、この手首を利用した後、こちらの操縦桿を持たせると。ただ、前回紹介しました、キメラと X、あちらの時みたく、操縦桿にぴったり持たせれるような感じのやつではないので、ね、かなりガバガバです。だから、より安定感が悪くなるっていう感じですね。で、一応、こちらに関しても、前回のキメラ X、こちらと同じような感じで、正しい乗せ方というのは乗っておりません。なので、試しにこういう風にね、足こう揃えてあげて、なんとなくこういう風にね、操縦桿を持った状態にスタンバイしてあげて、こういう風に乗せると、はい。わかりますかね、ちょっと高いっていうか、かなり高いんですよね。一応中央部分のところにこういう風に、わかりますかね、へこみがないので、ここに乗っかっちゃってるんで、完璧にこういう風に高くなっちゃうんですね。でさらにグリップも持ってないので、こういう風に斜めになったりとか、安定感が悪いので、これをこういう状態ですね、本当はこうして乗せるのが一番ベストだと思うんですけど、これでも乗れないので、私はこういう風に
この形ですね、こういう風にしてあげて、全体的にちょっと反り気味で、さらにちょっとボディの方でこうやって起こしてあげるみたいなね、こういうような調整を行って、まあ、乗っけるっていう形にしております。そうするとここで調整してあげて、であとグリップの位置とかをね、なんとなく調整して持たせると、まあいい感じかなって感じかな。こういう風に乗せることができる。まあババといったらやっぱり最初はやっぱりこういう形だと思うんでね、これにできるのはかなりいいと思います。で特に背中のこちらですね、この玉の部分が後ろにちょっと引っかかったりとかね、肩アーマーでこう乗っかってくれるんで、より安定感はね X と比べるといいですよ。ただ上から見たりするとグリップをしっかり握れてないので、ここがかなり気になるポイントですね。 X にもついてた操縦桿にぴったり合うその手首パーツがついててくれれば完璧だったんですけど、ちょっとこの点だけ惜しいかなって感じかな。ただこの組み合わせはかなりいいですね。一応この状態と前回紹介しましたキメラというふうに、こういうふうに比較すると、実際この状態でこう殴り合ったとかね、こう戦ったことはありません。なんて言ったってこっちは X3、 こっちは X っていうことで登場作品が違うから、この状態で戦うことはないんですけど、一応こういうふうにね、ライドアーマーの一応代表格みたいなんで、こういうふうに立体ができた、プラス66アクションをこう乗っけることによって劇中に近いこの状態でできるというのはかなり素晴らしいと思います。はい、では最後の方になりますけど、こちらのババですね、こちらについてきましたホークユニットの方をつけていきたいと思います。それが一応こちらですね。ホークユニットはこんな感じでありますが、付け方としましては基本的に前回紹介したカンガルーと基本的に同じという形になっております。まあ一応わかりやすくやると、こちらの部分をこうやって、まあこれ肩は普通に抜けるんでね、で根元のジョイントからも抜いてあげて、ここのところからまあ肩アーマーを取りますと。でここから腕パーツを取って、これの代わりにこちらですね、このガンパーツっていうか、これをつけますよと。で肩アーマーを一応ここのところにバッチンとつけてあげて、あとここのところで戻すだけ。これでホークのパーツの腕がつけれると。ただまあ見てわかる通り、ボディの色ですね、こちら紫、そして肩が青なんで、とても違和感があるよと。まあ設定上こちらの今の状態のボディは X、 ここは X3 って考えると、もうその時点で設定が合わないんでね、こちらに関しては箱の振りも載ってましたけど、こちらの玩具オリジナルギミックという形になっております。であと背中のこちらのバーニアっていうかね、このパーツを外してあげて、こちらのパーツをつけてあげると、こういう風に一応こちらね、ババの方のライドアーマーでもホークにすることができるという形になっております。ちょっと残りのね、この腕の方もちょっとささっとね交換してしまいたいと思います。はい、交換が完了しました。一応こういう風に交換するとババ専用のライドアーマーでもホークにできるけど、やはりですね、劇中に出てきてないだけあってかなり違和感があると。まあ先ほども言った通り色合いがね完全に合ってないので、これもね一応オリジナル設定として紫にね塗ってあげるとか、キメラについてきた方のカンガルーパーツですね、これもオリジナル設定で紫に塗ってあげると、まあ統一感は増すと思いますが、その部分に関しては完全にオリジナル要素になっちゃうんでね、まああまりやることはないかなと思いますけど、こういう風にまあ取り付けることができますという形になっております。で先ほどちょっとお見せしましたこちらの X っていうか、こちらのねキメラの方、これにつけることによってキメラの方のホークができると。でさらに先ほどもちらっと出ましたカンガルーのパーツですね、これも同じようにババ専用ライドアーマーこれにつけることができますんで、このパーツですね、ホークのパーツをキメラに、でさらにカンガルーのパーツをババ専用のライドアーマー、これに、ね、取り付けた最終的な組み替えですね、これをちょっとやってしまいたいと思います。はい、組み替えの方が完了しました。一応こちらがババ専用ライドアーマーのカンガルーユニット装備で、さらにこちらがキメラの方のホークユニット装備ということで、やっぱりこっちの方は安定感が増してるかなっていうかね、よく見知った感じの形かなと。で、ただこっちに今カンガルーユニットつけてますけど、これに関しては X3 で出てくるババマーク2専用のライドアーマーブラウンベアだったかな、それっぽいような感じにはできてると思うんでね、それならばババマーク2とババマーク2専用ライドアーマーとかね、そういう風に X3 で統一してくれたらより良かったかなって感じがしますけどね。まあこれはこれでオリジナル要素みたいな感じでなかなか面白かったかなと思います。はい、でこれを考えるとやっぱりこちらのねババ専用のライドアーマー、これがあるんだったらやっぱりグワッと開いた平手パーツとか X を掴んだこうグッとね握ったパーツとかね、そういうやつがあって、さらにねゼロとかがあればよりねゲームの再現ができてよろしいかなと思いますけど、まあこれはこれでいいかなと。ただライドアーマーの組み立ての時にもね、いろいろちょいちょい言っておりましたが、やはりこちらのキメラにやっぱりフロックっていうね水中用のパーツがあるんで、それを含んだプレミアムバンダイとか限定ものでもいいんでね、ゼロとか出してほしいかなというふうに思いましたね。はい、
ということで一応全5回ですね、66アクションダッシュ含めの5回で紹介していきましたスーパーミニプラのライドアーマーシリーズ、こちらの方で紹介していきました。ということでまたね、今後こういうような感じで面白いの出たらまたやっていきたいと思っております。はい、ということで次回ですね、次回はテレビアニメの方が放送始まってるはずなんで、そちらの方をちょっとやっていくっていうことで、久しぶりの彫像カードですね、こちらのジョジョの奇妙な冒険の5部ですね、そちらに登場するキャラクターを随時やっていくという企画をね、これからスタートしていくという形になりますので、そちらの第1弾ですね、それをちょっとやっていきたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。